近かったですからね、はいはいはい、もう少し宇宙間、左中間でしたらいけますけど、まあ、大島もそのあたりは落ち着いてここを処理しました。さあロメロが先頭バッターにフォアボールを与えましたが2アウトとしています。先週沖縄チャタンでのタイガースとの今シーズンのオープン戦開幕投手を務めたこのロメロ、その時は2イニングを投げましての3安打2失点、2イニング目に、まあ、ランナーを出した後、2アウトからランナーを出した後坂本にツーランホームランを浴びています。まあ、真っ直ぐが多いですからね、狙われて甘くなったところをやられたんですけどね、はい、やっぱりね真っ直ぐを生かすためにちょっと抜いたスライダーあるいはチェンジアップみたいなそんな難しい球じゃなくてもいいですけど真っ直ぐを生かすちょっと抜いた球が欲しいですよね。そしたらもっと早く打ち取って簡単にアウトを取れると思うんですよね。そのあたりが今日はスタメンマスクが2年目の石橋です。これですよね。今スライダーみたいな球を投げてきましたけど、はい、まあ、1、2球目にねストライク入ってこられるとやっぱりバッターも嫌なわけですよね、あれがボールになると困るんですけどね、これボールボールになるとバッターは非常に楽なので、今も石橋のサインに随分首を振りましたが、まあ、昨年は首を振ってストレートというシーンも多くありましたがここは変化球できました。まあ、ですから今日はマスク山崎さん石橋が被っていますけども、はい、正捕手争い石橋にとって大きなアピールの舞台ですよね。いやもうねこれは今日是が非でもアピールしないといけないと思いますし、まあ、加藤が2軍行きましたけども、ね、またあの結果残せばすぐ1軍に上がってこれる、まあ、大野もいますしね。そうですね、ですから5、6人の中でのポジション争いになってきてますよね。今1軍にはベンチで移った桂、それから木下、さらにはこのマスクをかぶっている石橋、そしてルーキーの郡司が4人が登録されています。外の低めというところでバッターボックス4番の鈴木誠也を迎えていますが、権藤さん、はい、ずっと変化球変化球が来てますね、はい、まあ、ツーアウト取ったのと4番の鈴木っていうんでね、まあ、ここでねこれだけ遅い球3つも投げなくて速いのを使いながら変化球生かせばいいんですよ。キャンプから順調なアピールぶりを見せているのがバッターボックスの鈴木誠也、マックス150キロがロメロは出ました。まあ、ピッチングは下手ですからね、本当に力任せに行くだけですもん。さあその力にさらにはその緩急というのが今シーズンは加わるのか。外のボールスイングしていきました。もうここは鈴木としても球はいいですよ本当に、はい、山崎さんもうカウントで狙っていったんですか、あれは、うん、まあねちょっと外行き過ぎましたからね、はい、あのタイミング合いませんでしたけども、まあ今のところで2ボール2ストライクで変化球っていう選択はないでしょう。なるほどね、はい。まあ、ロメロとしてもこの鈴木を迎えて絶好のその調整、いいアピールしたいところですが、これも152キロ球速が上がっていきます。一球一球に、まあ、カープベンチからも声が出ていきます。ドラゴンズベンチもそうです。まあ、今日はファンの歓声がない分そういったそのまさしく球音、それからベンチの選手たちの、それから審判の声というのも鳴り響いて聞こえてきます。仕留められるかランナースタート、おーっとストライクです。見逃しの三振と